こんにちは。今日はこのもう見ての通りわかると思うんですけど、青いアイシャドウを使っての今流行りの海外トレンドのトムとジェリーのネズミちゃんのメイクをしていきたいと思います。青いアイシャドウでこんなに可愛くメイクできるって自分でも思ってなくてびっくりしてるんで、ぜひ最後まで見てください。じゃあ急にすっぴんきます。ボン。はい、メイクしていきたいと思います。ファンデから塗っていきたいと思います。今鼻のね、頭にニキビ跡があるんですけど、ちゃんと消すので見逃してください。すみません、見苦しいんですけど。はい、こういう感じでファンデが塗れました。そしたらパウダー使っていくんですけど、パウダーがこれです。前回と違ってデニム生地、めっちゃ可愛くないこれ。指にとってみるとこんな感じでサラッサラ、本当にこんなサラサラなパウダーあるのって感じで、めっちゃサラサラです。でパウダー塗る前がちょっとテカってる感じね。パウダー塗る前これ、でこれマジで粉がファッサファサすぎてめっちゃ舞うんで、こうやってやったらこうやって逆さにして取ってください。マジでもう粉が細かいのだからやばい。もう叩くと煙かのように出てくるので塗ってきます。じゃあ叩くとむせるのでこうやってやっぱ取ってくださいね。はい、これ本当にね、化粧品のパウダーってよりベビーパウダーみたいで、マジでおすすめなんですよ、これ。パウダーをまんべんなく塗れました。そしたらね、もうね、マジで、なんか直接触ってほしいぐらいなんだけど、もうサラッサラになります。本当に。スーって効果音が出ちゃう感じ。スーって。それぐらいサラサラになるんですよ。超いいです。次、アイシャドウ紹介していきます。これもマジで可愛くない？デニム。デニムすぎる。マジでこれ可愛すぎて。え？マジでこんな可愛い化粧品見たことないって。普通に。超、私パーフェクトダイアリーさん大好きなんですよ、マジで。全部描けるし、アイシャドウで。ノーズシャドウも描けるし、眉毛も描けるから、マジで大好きなんですよ。一旦眉毛描いていきます。眉毛はこの明るめの色をまず塗っていきたいと思います。こういう感じ。水色とかピンクって感じのメイクにしないんで、眉毛もピンクっぽい茶色にしていきます。こういう感じで淡めのピンクに眉毛をしました。そしたらノーズシャドウもやっていきたいと思います。ノーズシャドウもこの眉毛と同じピンクっぽいブラウンでやっていきたいと思います。普段は眉毛もノーシャドウも絶対茶色なんですけど、ブルーのアイシャドウ使うんでくすんで見えちゃうとあれなんで、影とかもピンクみマシマシでピュアっぽい感じでいきたいと思います。この鼻の下も逆の八の字で、そしたらこれここにも塗ってください。これがね、もうね、超キラキラになるんで、超おすすめなんで。これを指にとって、鼻の頭と、鼻筋。次、やっとアイメイクに移っていきたいと思います。マジでこのパッケージがまずデニムでめっちゃ可愛いんですけど、このアイシャドウパレット2種類紹介していきたいと思います。上が1番、下が2番なんですけど、もう色味がめっちゃ可愛くて、どっちかというと上がイエベさん向きで下がブルベさん向きかなって思います。でもどっちも捨て色なくてめちゃくちゃ可愛いです。アイシャドウパレット腕に塗ってみるとこんな感じで、ピンク系とかブルー系の色味を塗ってみたんですけど、使いにくそうな色に見えてめっちゃ使いやすいです。あとラメもめっちゃ可愛くてめっちゃ発光するんですよ。超おすすめ。めっちゃ可愛くないですか？まずベースでこの一番薄いブルーを使っていきたいと思います。一旦ね、
この色素沈着とかしてる目元に普通のブルー重ねちゃうとくすんでるようにしか見えないんで、一旦薄いブルーで整います、まぶたの色。そしたら次にこの次に淡い色のブルーを重ねていきます。黒目の上から目尻に向かって重ねていきます。マジで可愛いんだよね色。もうね、3回ぐらい練習したんだけど、青いシャドウ使うの難しくて。マジでね、これ可愛すぎるし、多分普通の青いシャドウよりね、使いやすいと思う。そしたら次にこのもう、一番発色が良さそうな青を目尻に重ねていきます。目の上はこういう感じでグラデーションが作れました。そしたら目の下の際なんですけど、目の下の際に青塗っちゃうと気が強そうな感じになっちゃうから、そういう時のメイクはいいと思うんですけど、今日はピュアっぽい感じでいきたいんで、このピンクを目の下に、目の下の際に塗っていきたいと思います。目の下の際にピンクとか赤とか入れると血色がよく見えるのと、あと中眼面短縮にもなるのと、なんかウサギっぽくなって盛れるのでめっちゃおすすめです。そしたらマジで可愛いんだけど、このこラメあるじゃん、これ、これを黒目の真上にのせていきます。これがもうとんでもなく可愛くて、もうね、なんて言えばいいんだろう、もう人魚姫の鱗みたいなキラッキラになるんですよ。アリエルって感じで、関係ないんですけど、アリエルはマジで可愛いの。これが見えるかな、映ってる、キラキラなんだよね。そしたら次まつげやっていきます。ピューラーであげます。元からグイッてあげて、そこから毛先に向かってで、ちまちまちまってあげるといい感じになります。そしたらマスカラやっていきます。マスカラもパーフェクトダイアリーさん、今日みたいな日こそマジでちゃんと束感まつげにしたいんで、そういう時はこうやって上にやっていくんじゃなくて横にスライドして、まつげがなるべくまとめる前から束になるように意識しながら塗ってください。そうするとね、縦に塗るより横にスライドして塗った方がなんとなく束ができてくるんですよ。ピンセットでまとめる前から、だいたいなんとなく汚くてもいいから束になったなって思ったらピンセットでまとめていきます。こういう感じで束にできました。そしたら反対側もやっていきます。両目ともいい感じに束にできました。そしたら次アイラインやっていきたいと思います。アイラインはこの茶色を使っていきたいと思います。暗すぎず明るすぎない茶色なんでめっちゃ目に馴染みます。こういう感じでナチュラルにヒュインヒュインって引けました。涙袋もこのまま描いていっちゃいたいと思うんですけど、先にこの目尻の際を濃い色で埋めていきます。これもそのままアイライン使った茶色で埋めていきます。さっき引いたアイラインとくの字でつながるように、絶対描いた方が目が大きく見えます。描けました。そしたらそのまま同じ色で大丈夫なんで涙袋も描いていきます。こういう感じで涙袋が描けました。そしたら涙袋の中身を塗っていきたいと思います。涙袋の中身はこの一番薄い青で塗っていきたいと思います。で
の一旦前髪癖ついちゃうとあれなんで一回下ろします。そしたら目尻のこの際っていうか下の目尻の方に塗っていきたいんですけど、それがこの濃いブルーを涙袋とグラデーションになるように塗っていきます。まぶたにブルー塗ってるからバランス取れるようにくの字になるように上にもちょっとずつ描き足しながら塗っていきます。こういう感じ、こういう感じで塗れました。そしたらさっきまぶたに塗ったこのラメを黒目の真下にも塗っていきます。涙袋の部分。そしたらチークに移っていきたいと思うんですけど、あのね、マジでアイシャドウパレットが天才すぎるんで、チークも入ってるんですよ、このパレットに。このベージュっぽいチークがこの青いメイクとめっちゃ合うんですね。塗っていきます。もう可愛い、もう可愛い、可愛くなってきた。もうね、これがね、本当に可愛いんですよ。チーク塗った瞬間に一気に、あ、来た！来た！ってなる。これだってなります。このさ、青いシャドウとめっちゃ相性良くない？色味が。そこ鼻の下にもね、塗ります。ネズミっぽくしたいんで。海外トレンドのね。顎にもちょっと塗る。え、もう超可愛いんだけど、えぐって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 。もうこのパレットね、マジで捨て色ないんですよ。全部可愛すぎて。次、リップ塗っていきたいと思います。リップがグロス一つと色がついてるリップ二つなんですけど、これも色味紹介していきます。リップが腕に出してみるとこんな感じで、上から0番、34番、35番なんですけど、グロスがもう見るからにプルプルって感じで、34番は結構暗めな色なんで使いやすそうです。35番は、発色がめっちゃ綺麗なので、これもいつでも使えそうな感じ。今日は035番使っていきたいと思いますね。リップも本当に可愛いし、パッケージでもね、色が見えるかな、めっちゃ可愛くて塗りますね。え、可愛い。え、チークとさ、一体感めっちゃ悪くない？なんかしっかり発色するのに色が濃すぎないからめっちゃね、馴染んでるくない？可愛すぎるんだよね、これ。もう本当に。そしたら、このグロス使っていきたいと思います。ネイルと合いすぎなんだけど、グラデーションって感じ。ジュワって感じ。ネイルはどうでもいいんですけど。これ透明のグロスです。うん、一気にプルツヤって感じ。え、ちょっと本当に可愛すぎるって、やばい。で、これで一旦ね、メイクは完成なので、髪型とか整えていきたいと思います。はい、はい、髪型などをやってきました。え、めっちゃ可愛くない？やばーい。と可愛すぎて自分でも困惑してるんですけど、え、本当にこの私青いシャドウとか苦手なんですよ、正直。似合わなくて。おしゃれな顔じゃないんで、普通の顔なんで、こういう奇抜な色とか似合わなくて苦手だったんですけど、マジで使いやすすぎて、めっちゃ似合ってる自分、やばーい。だからみんなもマジで気軽にチャレンジしてみてください。マジで可愛い、青いシャドウ。で、今回、この紹介したコスメなんですけど、パーフェクトダイアリーさんのコスメは、ロフトプラザの実店舗、または楽天、アマゾン、Q店で買えまーす。だからみんな、お揃いしようね。この動画を最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が気に入った人は、高評価お願いします。チャンネル登録とコメントも待ってまーす。
バイバーイ。